皆さん、こんにちは。どうにか高画質にできないかと悩む中の人の代理、キズナあかりです。では、今回の動画では、雲が下に広がる富士山5合目から登山区間を下っていきますね。ここの駐車場区間は、一方通行になっていて、道路の脇に車を止める感じになっています。そしてぐるりと回って、登ってきた道につながって降りていきます。そうそう、先ほど言った高画質の話ですが、エンコードを変えてみたりしてみました。サイズが小さくなったのは良かったのですが、画質は微妙にダメだったり、他に 2K アップコンバートもやってみたりしました。この動画の長さで、元のエンコードで試したら5時間近くかかってしまいました。これで試したものはアップしてみないとわからないので、このままアップしてみます。無駄話をしている間に本線に入ったみたいです。では、走行動画をお楽しみください。目の前の雲、迫力がありますね。
時間的なものもあるんでしょうけど、下りはバイクとよくすれ違いますね。この辺りが半分をちょっと過ぎた場所になるのかな。雲も上にある感じですし、結構下ってきました。すごい、ここを走って登るんですか。
料金所が見えてきました。登山区間とともに、今回の動画もここまでになります。次回で富士山スカイラインを走破して、富士宮側に到着します。では、ご視聴ありがとうございました。